演劇集団青の会 YouTube チャンネル高橋です。今週も青鬼オンライン青の試練レベル10までの道行ってみたいと思います。青鬼オンラインで青の試練っていうこれができるところまでまずは行ってみたいと思います。ではレベル2からスタートで今日はどこまでレベルが上げれるでしょうか。行ってみたいと思います。ほい、今週も始まりました。青の試練レベル10で解放ということでやっていきたいと思います。先週設定したミツバチちゃんでいきたいと思います。100人バトル、さあ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 、どうなるでしょうか、どうなるでしょうか。100人ね。お、ご褒美祭り、宝の地図を手に入れて特別マップに行こう。ほうほうほう、宝の地図というのが隠されている感じですか、これは。ほほう、始まった。はい、ご褒美祭り、ほう、あ、もう早速何もないところにいる私。ほう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 、あ、宝箱発見、よいしょ。はい、青銭5枚ゲット。で、ここにロッカーがあります。ロッカー重要ですからね。ロッカーすでに死亡しているということはどこかに青鬼がもういるということですな。宝箱はどこでしょうか。そしてロッカーも見つけながら行かないと。ここね、OK、万が一の時にね、危険ですからね。ここにも何もない。ほん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 、あ、もう何もない。来たばっかりですけど、なんかこうキャラクターがいっぱいいて、これどこ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 ですか、どこですか、どこですか、んどこどこどこ、おなんか、おっ、んどこどこ、わわわ、え、出ちゃった。入り方を忘れたよ、ロッカーの。あ、隣にいると。ほう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 、あ、で、なんか霧がそっちにいるのですね。あの霧に一回なんかこうかかってしまうとなんか出れなくなってしまうので気をつけなきゃいけないですね。こっちは危険だと。左側が危険だということは、ひたすら右に逃げとけばどうにかなる的な。あれ、行き止まりだ。行き止まりですね。お、なんか発見。これは何、幸せの予感。おお、青銭200。あれ、宝の地図は。お、なんか来た、来た、どっか来た、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 こ、こ、はい、生存がどんどん減っている。え、青鬼2体でそんなに蹴散らされてるんですか。いや、まあ確かに確かに。おー、今一瞬2体います。おん、青逃げ、お、最後の1人、成功しました。そしてレベルアップしました。おおおおお、え、逃げれちゃった。まあでもね、レベル10にしなきゃいけないですからね。最終、はい、裏ステージ挑戦して限定スキンをゲットしよう。ほんほん、再度出現するまで挑戦でき、ほう、やるしかないんじゃない。そしたらやるしかないんじゃない、やめるっていう選択肢は。なんかいきなりなんかボス戦みたいな、いや、ボス戦なのかな、音が聞こえてきましたけど、聞こえてきましたけど、ちょっと下に、上、ちょっと、ちょ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 、下、
みたい状のあれですね。下に散って散っていくとか散っていくとか。最後の一人になるといけるんですかね、あそこはね。チャレンジしたいな。で、今週もガチャを引いていきたいと思います。もう一つ先だったかな。お、丸尾くんとモスコちゃんのガチャ、かわいいのが前回出てたような気がするので、もう一回引いてみたいと思います。ここに3000も必要なんでした。はい、ポイ。24時間戦います。そんなに戦えるんですか。うん、丸尾くんとモスコちゃん、夜更かし上等ではなくてですね、丸尾くんとモスコちゃんが欲しいです。丸尾ちゃん、丸尾くんとモスコちゃん、丸尾くんとモスコちゃんが欲しいです。丸尾くんとモスコちゃんが欲しいんです。来い。バーマジで、ちょっとちょっと、いや、新しい方はいらっしゃっているんですけれども、私は丸くんともっとさんだわ。可愛い子は出ませんでしたね。そうかそうかそうか、そうかそうか。またもう、今週も出ませんでした。とはいえ、今回青逃げ最後の一人になることができました。がしかし、がしかし、青の試練行けるまでレベル10まで上げなきゃいけないということで、頑張っていきたいと思います。今週もいただいたコメントを読んでいきたいと思います。高橋さん、はい、ワクワクしかないですよね。そうですね、新しく青鬼オンライン始まったのでワクワクしかないですね。コメントありがとうございます。またいただいたコメントをご紹介させていただくかもしれません。ぜひぜひまたコメントしていただけると嬉しいです。演劇集団青の会 YouTube チャンネル、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。また来週。